はい、続きましてね、お忙しい中、はい、ちょっと連れてして来ていただきましたが、どうも。ありがとうございます。お名前をドンと。はい、くるみあらまです。くるみあらまさん、はい、くるみちゃん、はい、みんなには何て呼ばれますか。くるみさんとか、アロマさんとか、アロマちゃんとか、なんかいろいろ言われてます。アロマちゃんがいいかな、はい、アロマ。でも可愛いのくるみちゃんかな。くるみちゃんとか、くるみちゃん、はい、くるみちゃんはどんな、本日の企画ちょっと説明していただけますか。そうですね、今日は、ポケモン GO というか、一応このカボチャの上にイーブイが乗っかってね、いつも結構こうかぶり物とかしたりとか、はいはい、結構みんなに親しんでほしいっていう気持ちで、こういう格好したりとかやってますけど、なんか本当に完全ではなく不完全なものというか、もうみんなにこうなんて言うんだろうな、人ってすごい素晴らしいみんな個性持ってて、何でもなんか出してっていう気持ち、なんかこうアロマっていう名前にした理由も、本当にそこがアロマって何て言うんだろうな、植物がすごいこう発信してるにもかかわらず見返りを求めない素晴らしい存在、愛情がある存在だから、なんかその愛情を持って YouTube をやりたいっていう気持ちでそれやってる。優しさっていうことですね。そう、もちろん不完全じゃないんだけど、それでもいいんだよみたいな、完璧じゃなくてもいいってことね、はい、完璧じゃない、好きあっていい、はい、好きがもう好きだらけ、好きだらけみたいな、もう私はそういう、そういう状態でいたい。あ、すげえ。だからこそみんなが発言しやすくなったりとか、発信しやすくなるっていう気持ちは思うんですので。あ、そういうことでやってらっしゃる、ね、はい、そうなんです。すごい大きいですね。意外とそう、ちょっとおもろかった。いつもなんかね、いつもはなんかいや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 みたいな感じで、なんか喋んなきゃいけないっていう気持ちになっちゃうんですけど、はいはい、本来は結構暗いとか、結構こういうトーンで普通に喋ったりとかしてます。本当にじゃあ普通にこう流してる YouTube、はい、くるみんちゃんを見ると、はい、普通にもう世の中のことをただただそう、いやこういうとこあるんですけどね、でも新着2ちゃんニュースみたいなのはやってたりするんですけど、あんまりキャピキャピやらない。実はキャピキャピしてない。実はもうすごい落ち着いてるっていうか、まあなんかもう悲観的だったり、ちょっと悲観的すぎるところと、ポジティブなところとどっちもあるっていう感じ。なるほど。はい、くるみんちゃんはどうして YouTube を始めたきっかけって教えていただいてもいいですか。そうですね。やっぱりくるみん、アロマっていう名前がついてるだけあって、先ほども言ったようになんかアロマってやっぱり、本当に素晴らしい存在だった。植物の方向なんですけど、いろんなこう香りの効果を持ってて、人々に筋肉痛緩和とか疲労回復とか、なんかこう鎮静効果、鎮痛効果とか、殺菌効果とか、いろんな効果を人々にもたらしてくれるにもかかわらず、もう黙ってる、もう本当にただただなんか黙って発信してくれるというか、そのなんだろうな、温かさとか愛情がすごい身に染みて私は伝わってて、だからその植物のひたむきさとか、それでいてその愛情の深さっていうのを伝えたいっていう気持ちで、じゃなくくるみんアロマ、もっとアロマのことを知ってほしいっていう気持ちはたくさんの人に思ってて、アロマってつけて、でくるみんの方は、結構単純な理由でミスチルの桜井さんが好きでくるみんって曲があるからっていう感じなんですけど、そこはちょっとミーハーなんだね。そこはちょっと世界的にまあでもね、ミスチルも世界的な歌を歌ってるじゃないですか。素晴らしい、世界平和の歌多いよね。そうなんですよ。あ、なるほど。なんかもったいなって思って、ミスチルも発信したいって気持ちもあります、でもミスチルもじゃあくるみんちゃんだったらアロマ、あ、もうアロマですね、もう素晴らしいなって。なんかミスチルのいいところって、そういいことだけじゃなくて、人々がそう辛い落ち込んだ時に心の中に持ってるものを言ってくれるんだ。なんかこう今この中で自分のすごい暗い気持ちになってるとか、こんな気持ちになってるっていうのを普通はもう言いたくもないんだけど、それをあえて言葉にして言ってくれてるから、あ、桜井さんでもこういう風に思うんだとか、人々ってみんなこうなんだっていうのをすごい自分がすごい落ち込んだ時に支えられたので、すごいその下支え的なその曲とか、それにやられて、それってすごい好きになって、これはもう本当にたくさんの人聴いてほしい。なんかミスチルのコンサートのインタビューみたいになっちゃったけど、僕くるみんちゃんのインタビューだからね。確かに。そうそうそう、今ね、桜井さんが出てきた、ね。桜井さん出てきた。憧れているユーチューバーっていうのはいらっしゃいますか。憧れてるユーチューバーか。へえ。くるみんちゃんがこう、一番最初に見て影響を受けたっていうか、はい、これ見てやろうかなって思った。ユーチューバーではいるかな。なんかね、結構本当に。最初始めた理由ってすごいミス
から発信したいとかそういう気持ちだったらあるものを広めたいってそこから始まってて、実は YouTuber をあんまり知らなかったっていうのは、まあ本来の実はそこなんですけど、そこを狙ってなかった、全然狙ってなくて、ヒカキンさんも本当知らなかったんですよ。じゃあ自分がこうやってるやってたことがなんかそこと繋がっちゃったってこと、繋がっちゃった、やってたら繋がっちゃって、なんかいきなりイベントが一回あって、なんかマックス村井さんとなんかヒカキンさんのイベントがあったんですけど、はい、その時にたまたまそのイベントをやってるのを見かけて、あ、何あれって思って、でヒカキンさんを初めて知って見たっていうか、結構ちょっと知ってたけども本当に全然動画も見たことなかったから、あ、なんかヒカキンさんちょっと聞いたことあるって思って、で、あ、私やりたいですとか言って、でそのあるイベントで出させてもらって、うん、でなんか一緒にやったんですゲームを、はい、そうだから結構そういう意味ではそういう意味ではやっぱヒカキンさんはすごいなって思って、その後知ったんですよ、すごさを。その後 YouTube 見るようになったり、会ってから知ったんです、ちょっと見てみるわ。そうなんです。もうそしたらなかなかそしたらすごい勉強になると思って、でヒカキンさんはそこから尊敬してますけど、本当最初は全然知らなくて、誰も知らなかったです、 YouTuber の。YouTuber って自由じゃないですか、発信が、はい、で発信なだけに全部見えます、ね、そうですね。お金も例えばスポンサーがいるとかじゃないじゃないですか、はい、もう発信は自由だから、そうですね、裏も表もなんかこう全部見られちゃう感じ、見られちゃう全部見られちゃう、心の内も見られちゃう感じがして、だけどなんか私はそれも伝えたいっていうふうな、全部積み隠さず伝えたいっていう気持ちはあります。すごい、うん、なんかその辛い思い、僕はね、あまりこう YouTuber のこと知らなくて、まあ、インタビューしてるの申し訳ないんですけど、自分がこう売れたいとか自分の顔を出したいとか、なんかそういう考えだけでやってる方が多いかなと思って、違うもんね。そうですね、なんかもうみんなやっぱり辛くなる時期ってあると思うんで、私みたいな結構どっちかというとネガティブな人間は、結構ネガティブになっちゃう人って自分だけで抱え込んじゃったりするんですけど、意外とみんな思ってるんだよとか、そういう自信ないんだよっていうのをみんなにこう落ちた時に共有したいっていう気持ちもあるから、なんか自分の辛い過去とか、まあ、自分の辛いこともちゃんと言って、それでもこう楽しく今はやってるよっていうのを伝えたいっていう表現の一つでもある、表現の場所になっていると思います。影響僕にとって、例えばまあモノマネやってて相田翔さんの本を読んで落ち込んだ時、やっぱ落ち込む時あるんですよ、はいはいはい、そうすると翔さんの本を読んだりすると、え、翔さんもこんなに辛かったの、翔さんも辛そうですね、まあ、そういうことなんで、それをこうなんか日常的に発信して、くるみちゃんを見てなんかこう、ファンがいっぱいいるじゃないですか、頑張ってるなって、うん、でもそう頑張ってるなとかって思ってくれたりとか、うん、同じなんだなって、そうです、ね、会いたいなって思ってくれたら、その集いなんだね、これね、そうですね、これからの YouTube にかける夢とかありましたね、ね、YouTube にかける夢はやっぱり世界的にやっぱり広がっていけたらなって、今イタリアの YouTuber の方とコラボしたりしてるんですけど、やっぱ日本だけじゃなくて世界に発信できるで、まあ、世界に発信したいというのがあって、世界の興味もまた私の一つにしたいし、それもまたみんなに伝えたいしっていうのを思って、なんか世界に共有したい、まあ、夢は PPAP さんみたいに、もうああやってわーっと、そう、This is a man みたいな感じで、もうなんかあれが本当世界に広がる、ああいう感じで。なんか誰か拾ってもらって、まあ、売れたらいいなっていう夢は。なるほど、なるほど。あれも結果ね、みんな喜んでいらっしゃるんですよ。そう、あれも本当すごいなと思ってて、でもやっぱなかなか見つけてもらえないっていうのはあるんですけど、ひたむきに毎日原宿にちょっとでも行って、外国の方にじゃあちょっと第2のピコ太郎を狙っていきます、はい、そうするとちょっと影響力がまたできるからね、そうなると。そうですね、そうすると最初くるみポーズを広めたいと思ったんですよ、ちょっとくるみポーズ、くるみポーズ、イエイ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 っていうか、あるの100円の壺があって、本来はここに、あ、そういうことでくるみんポーズ、そう、くるみんポーズあるんですよ、実はこの中間に、そう、ここの中間に、そう、なので、もしよかったらやってみてください、くるみんポーズ、はい、みんなも一緒にくるみんポーズ、ありがとうございます。
がとうございます。ありがとうございました。クルミンアロマさんでした。ありがとうございました。いい話をね、ありがとうございました。ありがとうございました。そういうやつまた、ね、いいね。